おかしいな、これで泡になるはずなんですけどね、泡になんないんで、ちょっと裏技を使います。玉ねぎを入れようかなと思ったけど、今回やめて、こめて。焼きそばは焼いてます。焼き芋と同じです。にします。卵白だけをビーシェイカーで、あんまり泡立たないですね、まあ、こんなもんですよ。これを戻します。これじゃ味気ないんで、はい、かこれでちょっと卵焼き作ります。本当はですね、これに玉ねぎをみじん切りにして、これでガーってやって食べたかったんですけど、まあ、ちょっとこれで作ります。でオイルちょびっと入れます。中火ぐらい。焼きそばをよく焼いて焼きまくります。はい、ちょうどいいで。これをそのまま入れて焼きます。なんか入ってた。まあいいや。あ、でもいい感じ。こういう感じにしたかったんで、ふわっとした感じ。こういう感じです。できたらこっちの皿に入れます。これはまだまだ焼きます。焼いてますが、ここで麺に味付けをして、炒めに合わせ味噌をちょっと入れていきます。このパターンを初めてやります。本当は油を引いてやるべきだったですね。ちょっと失敗しました。肉も今日は使わないので野菜のみで多分作ります。はい。こっちもいい感じなので
裏返して、よいしょ。ああ、味噌のいい香りがしてきましたね。これはやって正解でした。本当は、うん、本当はカレーのルー、辛口が良かったんですけど、辛口がなくなっちゃったんで、家にあった中辛にしようと思ったんですが、どうせなら辛い方がいいかなって。でも他にもないかなって探したら赤味噌があったんで、ちょっと赤味噌を混ぜてきました。もうちょっと足りないんで、もうちょっと後で刺してみますけど、とりあえずこれでいい感じです。このちょっと食べかす、あ、上等ですね。めちゃくちゃうまいです。これ絶対やった方がいいです。うん。はい。これもまあ完成ですね。こんな感じになりました。絶対うまいと思います。よし。はい。次焼きそばの。よいしょ。あ、これ止めて。今度野菜炒めしていきますね。今度野菜切っていきます。これはですね、わさび菜です。わさび菜。わさびの葉っぱ。で、まあちょっと余ってたんで、個人的にこれを入れます。たまに。残ってたこの合わせ、これももう入れちゃう。これだけの順切りにしちゃいます。もう切れてる。はい。でこれをもう横に入れて。もう OK ですね。もう OK。本当は麺に絡めたかったかもしれないね。はい。で、蓋もして、で、混ぜて、ああ、いい感じですね。ああ、もうこっちもだいぶ焼けたんで、こっちに入れます。ちょびっとだけ味噌を少し入れてかき混ぜても終わりです。で最後にあと1品だけ作って終わります。これもうちょっと洗います。バナナを、もうこっちも油切って。
もういいかな。で、バナナをカットします。で、牛乳を入れます。牛乳ちょっとピッと、あと、ちょっと入れすぎた、あと氷、氷をこれぐらい一口、もうちょっと入れないかな。はい、こっちもちょっと洗って、玉ねぎの味とか最後これをビーってやって、はい、これでとりあえずミルクシェイク、ごめんなさい、完成です。めちゃくちゃうまいです。うん、はい、じゃあちょっと麺だけ食べてみます。麺と野菜一緒にちょっと食べてみますね。うん、これはやるべきですね。岡崎の新しい新名物、味噌ジャックそば、野菜炒め、汁なし、もちろんですけど、めちゃくちゃうまい。これ、うん、これもなかなかうまい。ということで、後で美味しく食べたいと思います。はい、ありがとうございました。世帯の朝よろしくお願いします。失礼します。